こんにちは、私は宇宙人です。今日も宇宙を旅していたら、地球という星でこんな面白いものを発見してしまいました。あなたはもう知っているかな？それいけ、アンパンマン。命の星のドーリー、アンパンマンたちが住む町では、かつて不毛の地だったこの世界を水と緑の豊かな世界にしたと言われる命の星に感謝するための祭りの準備が進められていた。ある日、いつものようにパトロールをしていたアンパンマンは、海に漂っていた一体の人形ドーリーを見つけ、彼女をパン工場へ連れ帰る。その日の夜、パン工場に一つの命の星が降ってきて、ドーリーの体に宿り、命の星によって命を得たドーリーは自由に動けるようになり、翌日から街で生活を始める。生きていることや自由に動けることを喜んだドーリーは、自分の好きなことだけをするようになり、そのわがままな行いで街の人々を困らせてしまう。さらに、自身を助けてくれたアンパンマンの、困っている人を助けるために生きる、という考えまで否定してしまった。やがてある日、ドーリーは自分の命の星が体に溶け込んでおらず、徐々に小さくなっていることに気づき、このままでは元の人形に戻ってしまうと恐れ始める。さあ、これからどうなるんでしょうか？それゆけー、アンパンマーン。私友達少ない。あなた友達なってくれたらとても嬉しい。スペシャルサンクス、プリーズ、サブスクライブ、登録、チャンネル登録したら面白い、きっといいことあるみたい。あなたと私一緒に宇宙を旅します。宇宙の果てからこんにちは、面白いもの見てみたい。たくさんいいもの見てみたい。友達少ない僕だけど、あなたと一緒にどこまでも。また遊ぼうね、また遊ぼうね。冒険しましょ。そうしましょ。また、遊ぼう。バイ。